しサントリー金麦のあただいまさあなんか結局ね子供と物件の数は幸せの数物件数ナンバーワンホームズダイハツこのように滑りやすい船だとナイチジェンバーチムーブラが砂足のよく滑り防止でやばい低燃費だけじゃないダイハツムーブラエブリー明日予想される雪は先週の土曜日とちょっと違って湿った重たい雪になりそうです。では今夜はこれからの予報をご覧ください。今夜はですね、まあお天気の崩れは心配ないと思います。今夜の時に備えておかなきゃいけないこといっぱいありますね。明日の関東地方です、早ければもう明け方から雪が降り出します。ずっと雪が続く予想になってますね。南部沿岸部では低気圧の接近に伴って風が強まりますので横の森の雪は風が強みたいになるところもあります。雨や雪の降る確率も高いです。どんどん上がってて夜にはほとんどの所が 90% ピークは明後日土曜日の明け方ぐらいになりそうですね、そして気温です。最低気温はい、まあ、北部や氷点下南部でも1度から0度するんですね。この状態だったら降り始めから雪でも降るかもしれないです。日中の最高気温これは低いですね。南部で3度ぐらいですね。これでもね雪がずっと降り続くとここまで上がらないかもしれない。かなり寒くなるかもしれません。雪から雨に変わると思いますが風も強いですから横殴りの雨に注意が必要ですね。日曜日には晴れてくるでしょう。さてまた大雪が予想されましたけれども大雪に備えてですね注意する点、まず必要な外出は極力避けてください。どうしても出なきゃいけない方はですねレインコートを着てリュックを背負って、まあ、両手が空くように手袋した方がいいですよ。滑りにくい靴を履いてください。それから湿った雪降ってきますので多くなりますね。屋根からの急な落雪に注意、また停電に備えて懐中電灯やラジオ、ね、防寒具などを用意しておきましょう。明日の関東地方は早ければ未明から雪になりそうですね。大雪に注意をしてください。お天気でした。鎌田さんまた来週です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。見つけなさいとスマホで賃貸明治。